結構失敗例でこういうのありますよね。多いですよね。毛先だけなんか色入りすぎちゃって、これはわざとやってますけど、中間だけ色が入らなくて、ここだけ暗いみたいな。なぜそういうことが起きるかっていうと、これすごく簡単です。ここはブリーチ、例えばですよ、これが実際本当に自然に染めてこうなったとした場合なんですが、ここの部分って過去にブリーチしたりしますよね。で、今回やったのは例えばここだとした場合、ブリーチここ例えば2回3回入ってるとします。で、今回1回やったとしますよね。そうすると、今回の同じ色をね、これ、例えばバーって乗っけたとしても、こういう風になることってあるんですよ。なぜかっていうと、ここのオレンジ強すぎて、このアッシュが負けちゃうんですよね。アッシュというかモノトーンが負けちゃう。そうすると、ここの色味だけあんま変わらないんですよ。要はその濃いオレンジにこういうモノトーンを乗っけても、そのオレンジが勝っちゃうんですね。で、毛先はブリーチ何回もしてるから、色が入りやすくて、アンダーのオレンジがなかった場合、こっちだけ色が入ると。そういうことって結構あるんですよ。そうすると、この中間だけ帯になるんです。で、失敗しましたって言って来るんですけど、これをじゃあ回避するにはどうすればいいのかっていうのは、美容師さん側のブリーチの解釈だと思いますね。どこまで削るか。よく多いのが、ケアブリーチとかやりすぎちゃって、結果からダメージ補正っていうことでいろいろやって明るくならなくてこういう結果になっちゃうみたいな結構多々あるんですよ。例えばこれでね、髪質が良くなったとしても、多少質感が上がったとしても本末転倒だと僕は思ってるんですよ。よくインナーカラーとか、まあこういうことが起きますよね。こういう風にラインがバツって伸びてきた時で、これ伸びたらどうなるかっていうと、しょうがないところもあるんですけど、インナーとかの場合とかだと、でこのまま伸びたらどうなるかっていうと、このまま伸びます、ツートンでずっと。なんで、例えばエアタッチっていう技術だったりとか、バックコームっていう技術だったりとか、そういう、まあ、根元をぼかす。まあ、あとチップを取ったりとかですね。はい。やはりチップを取っても根元の方は綺麗にぼけないんで、やっぱりエアタッチ入れたりとか、そういう必要がありますね。はい。まあ、より綺麗にこう根元をぼかす場合ですけど、ただ時間が結構かかっちゃうので、僕も表面とかポイントやりますけど、全体やってるとなかなかね。でそういう時に、実は方法があるんですよ。これね、ウィービングの方法があって、それはまたなんか違う動画とかで、もし話す機会があったら、チップの取り方が実は裏技があってですね、それやるだけで綺麗にボケるっていう方法が実はあります。はい。まあ、いろいろやっていくといろいろなことが見えてくるので、まあ、このようなね、失敗するケースっていうのが、まあ、このようになっちゃうことって、あったら、ここの抜けが足りないんだなっていうことがわかります。例えばこうなったとした場合、ここを例えばですよ、もう一回抜いてたら、もっと毛入ってるわけですよ。ここのオレンジを消すためにですよ。今度、やばい。どうしよう。アッシュ入れよう。はい、アッシュ入れました。ここの色も大した消えないで、ここがさらに青くなるみたいな。緑とか。これよくあるんですよ、結構。本当に。本当あります。こういうオレンジを消すカラーってあるんですよ。アッシュじゃ消せないんですよ、こういうのって。で、よく美容師さんが、アッシュ入れれば何でもこのオレンジ消えると思ってる方いらっしゃるんですけど、これ間違いで、アッシュじゃ消えないんですよ。アッシュじゃない方法があるんですね。そういうので、これ消さないでもなんですよ。はい。ということで、そういう方法わかんないと、結構苦戦しちゃうっていうかね。で、お客さんも、次の予約がまあ来ちゃって、どうしようかな、みたいな。そういうことが結構起きますんで。で、毛先が色入りすぎた時の回避方法とか、いろんな方法があります。例えばね、ここだけすごい入りすぎた時にどうすればいいかっていう方法も、モモンガシリーズのもの、これモモンガシリーズをお使いの方には、そういう裏オンラインサロンの情報とかも流しているので、まあそういうところを参考にしていただくと無料でわかると思います。はい。ということで、動画を終わります。